吹きでね。そう。いいよね。彫り子が流れてね、水が。え？真ん中に彫り子が流れてたよ。そうそうそう、両端ね。うん、あ、両端か。うん。道路があって、その両端流れて、そうだね。うん。いや、一回行ったことある、私も。いいわ、そこはやっぱりね、茅葺きで。吊り橋なんか見なかった？吊り橋どこにある？へっつり橋っていう吊り橋があるんだね。どこに？会津の、その大津塾の近くに。あ、そうなん？うん。いや、それ知らなかったな。それは見ながら分からなかった。うどんかそば食べてきたん？いや、だって、おそば食べて、じゃあお昼に食べてか、それから行ったの2時頃だからさ、うん、食べられない。あ、そうだね。お昼に行ったね、食べたんだから、行ったんだからね、うん、3時頃か、行ったのだから、ただ見学だけだね。バス？バス、うん、うん、うちは会津からだいぶ離れてるから。そうなんですか。うん、こんにちは、日本郵便です。あ、どうも。あ、そっか。